皆さん、こんにちは。日本投資環境研究所、個人投資家様、IR セミナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。本日説明をさせていただきます、株式会社気分食品、代表取締役社長の堤宏でございます。よろしくお願いいたします。それでは早速、私から気分グループの事業及び今後の成長に向けた戦略をご説明申し上げます。 まず当社の会社概要をご案内申し上げます。社名は株式会社気分食品。証券コードは含みみ2933でございます。創業は1938年6月で、2023年度は第86期となります。当社を含む気分グループは国内では北海道から沖縄まで、 全国各地に生産拠点と販売拠点を有し、さらに22カ所の物流拠点を、と、感染地線の物流ネットワークを有しており、日本全国に新鮮な商品をお届けさせていただいております。また、海外には、アメリカ、タイ、シンガポール、中国、オランダ、台湾、韓国に拠点があり、気分グループといたしましては、 国内は当社を含め10社、海外は9社で構成しております。続きまして、遠隔をご紹介申し上げます。当社の前身は、創業者ホワシクニシが山形県より上京し、1938年、東京の八丁堀に山形屋米店を開店したことに始まります。戦後、株式会社キ文商店を築地に設立し、 1952年に、松坂屋銀座店の名店街の出店を機に、老舗企業の仲間入りをさせていただき、1959年には、現上皇陛下ご結婚の祝宴料理に使用する料理材料の調整を拝命したしております。1960年代には、低温流通システムを導入するとともに、オートメーション工場を建設し、 海外においては1978年に米国に現地法人を設置し活動を始めております。また1985年には現在の商品パッケージで皆様におなじみのハートフラワーマークを採用いたしております。本格的に海外市場への商品展開を図るため、1993年にはタイに生産工場を建設し、 現在でも東南アジア、アメリカやヨーロッパ向けに水産ネり製品を展開しております。また国内の生産拠点といたしましては、基幹工場である東京工場を1997年に、西日本で拠点である岡山総社工場を2007年にそれぞれ建設させていただきます。そして将来に向けて新たな飛躍向上を目指すために、 2021年4月に東京証券取引所市場第一部に株式を上場し現在はプライム市場に移行しております次に当社グループの経営ビジョン経営理念ビジョン経営方針をご説明申し上げます経営理念は革新と挑戦と夢創業以来の気分グループの思いを表現しておりますビジョンは職を通じて おいしさと楽しさを提供し、お客様の明るく健康な生活に貢献する会社でございます。伝統とは時代に合った形に姿を変えてこそ発展するという信念のもと、時代の要請にお応えするだけでなく、時代の先を目指す発想と技術革新に取り組み、社会との共生を図りながら行動してまいります。 次に気分グループの事業内容をご案内いたします。気分グループではご覧いただいております食に関する3つの事業を展開しております。1つ目が国内食品事業です。連結売上の約70%を占めております。主に小売店向けの商品として水産練り製品や中華惣菜、 お正月商品などの食品の製造・販売と、業商事として水産品・農畜産品などの輸出入と国内仕入れ販売を行っております。2つ目が海外食品事業です。カニカマを中心とした水産練り製品や糖質ゼロの麺状製品などの食品の製造・販売、 魚肉すり身などのの水産品の輸出入入び仕入れ販売を行っております当社グループではこの事業を将来に向けた成長ドライバーとして位置づけ事業を拡大に注力しております3つ目が食品関連事業です連結売上の約20%を占めております主にチルド冷蔵温度帯で食品を配送する物流事業を中心に 情報システム事業、食品安全衛生検査自宅事業を展開しております。次に当社が国内市場で販売しております主な商品カテゴリーをご覧いただきます。当社は様々な商品カテゴリーを有しており、スーパーマーケットなどの店頭でご覧になった商品もこの中にはあると存じます。当社の主力カテゴリーである はんぺんやさつま揚げ、ちくわ、かにかまなどの水産練り製品をはじめ、中度の餃子、ワンタン、中華まんじゅうなどの中華惣菜、ヒット商品である糖質ゼログラム麺を中心とする小麦粉などを使わない麺状製品、さらにチーチクや大菓子揚げといった当社オリジナル製品、そして和食文化、伝統文化の継承にもつながる かまぼこや伊達巻、お重詰めなどのお正月商品がございます次にこれらの商品を生み出し国内外で事業展開を行うための源泉となっている当社グループの強みをご紹介いたします私たち気分グループでは次の5つの項目を強みとして認識しております 一つは全国レベルで認知いただいている企業ブランド。二つは水産練り製品だけでなく、中華惣菜、糖質レオレ面などの多彩な商品を生み出す商品開発力。三つ目、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどのお取引先様との直接取引を通じた販売力。四つ目、新鮮な中度製品を 全国各地に鮮度を保ったままお届けする物流ネットワーク。最後は40年以上にわたる海外での拠点展開とネットワークです。それでは気分ブランドから順次ポイントをご紹介させていただきます。1951年から品質の証しとして製品に押された焼き印により当時パッケージがない中でも 店頭に並べられても一目で自分の商品と分かるように識別性が高まりました。その後、スーパーマーケットやコンビニエンスストアが全国展開される中、自分のロゴがついたパッケージで商品が各地に売れるようになると商品とともに企業の認知度も高まりました。長い時間をかけ、また商品に込めた思いを組んでいただくお客様のおかげで、 気分グループに対する非常に高い認知度と好感度を調達することになりました。また、大相撲のテレビ中継で呼び出しさんの背中に描かれている気分の文字をご覧になった方もいらっしゃるかと思います。これからもお客様の信頼とご期待に恥じぬブランドであるように、日本の国技である大相撲への貢献や、 正月のおせち料理などに代表される和食文化を通じて文化や伝統の保護継承に関する活動にも積極的に取り組んでまいります。次に商品開発力をご紹介いたします。商品は気分グループにとってお客様との最大の接点であると認識しております。商品開発に向けて当社の持つ魚肉タンパクスリミだけでなく 大豆や鶏卵、畜肉など様々なタンパク質を融合させるタンパク加工技術を活かしております。例えばロングセラー商品である当社の魚菓子揚げは魚肉すり身と豆腐、すなわち魚肉と大豆両方を原材料の起源に持つ練り製品として開発してまいりました。発売から40年近く経つ 今日でも他社に追随されることなくお客様に愛されていただいております。当社を代表する商品となってございます。次に直接取引を通じた販売力についてご説明申し上げます。他社にはない特徴として当社は大手をはじめとする全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの多くの流通企業様と トン屋さんを通さない直接取引を行っております。それが販売力の強さの原神となっていると考えております。これによりタイムリーかつ精度の高いマーケットの情報を直接獲得するとともにそれに基づく販売促進企画などソリューション提案を通じてお客様の満足度を高めることができ安定した売上確保を実現しつつ さらに深いい関係をを構築すするるととう好循環得ことができます次にチルド製品をお届けする物流ネットワークについてご説明申し上げます。徹底した品質衛生管理と約60年にわたるチルド物流のノウハウを生かし物流と情報処理を連携させながら夕方までに受注した商品を 翌日にはお届けするという物流ネットワークを構築しております。現在では当社グループ以外の一般の企業の売上が8割近くも占め収益の拡大に寄与してございます。強みの最後として40年以上にわたる海外拠点での海外拠点展開とネットワークについてご説明を申し上げます。 当社グループでは、1970年代から海外に進出を始めております。現在、タイの海外市場向けの製品の機関工場をはじめ、米国や東南アジア、中国などで拠点を展開しております。魚肉すり身などの水産物をグローバルワイドで調達し、カニカマを中心とした水産練り製品や糖質ゼロの面状製品などの 機能性やニーズの高い製品を投入しております。水産練り製品の市場規模は日本国内よりも海外の方が大きく、さらに魚肉に対する健康感の情勢もあり、今後の海外の成長は非常に高いと考えております。続きまして、事業カテゴリーごとの成長に向けた取り組みについてご説明申し上げます。 国内貯金事業では、これまで構築してきたブランド力を武器に、安全、安心と美味しさはもちろんのこと、時短、簡弁とに適した使いやすさ、高タンパク、低脂肪、減塩、糖質オフ、アレルギー対応など、健康感のある商品を全国のお客様にお届けしております。魚肉練り製品は、 タンパク質を手軽に摂取できる食材として強化されており、さらにユーザー層が拡大し、当社のウェブサイトや SNS を通じた様々な情報発信を強化しております。これにより、市場シェアやお客様層の拡大を通じて、売上の増を図るとともに、様々な効率化や 策を講じて利益率を改善し収益を拡大してまいります。海外貯金事業では気分グループの成長ドライバーとして先ほど申し上げましたように位置づけております。市場ニーズとして顕在化されている高品質、健康志向の高まりに応え、カニカマ、糖質デロイブメン、現地商品名ヘルシーヌードルを グローバル戦略商品として位置づけ伸長するアジア・欧米市場に向けて展開・拡大してまいりますまた現地食文化の食トレンドを捉えた商品を開発し展開するとともに大工場への投資を通じて生産能力の増強と生産効率の向上を実現し海外市場への事業拡大を図ってまいります 最後に、食金関連事業です。主力である物流事業においては、情報処理と物流を連携させながら、共同配送などの環境の負荷にも配慮したビジネスを推進しております。また、安全衛生に関する取り組みなど、これまで培ってきた気分グループのノウハウを外反拡大してまいります。次のページからは、 成長の数値感として足元の業績をご説明申し上げます。2020年度から売上高営業利益の推移になります。左側が売上高、右側が営業利益です。棒グラフそれぞれの右側の値は2024年2月14日に発表いたしました2023年度の修正後の 通期業績見通しの値です。売上高は1070億円、営業利益は45億円を見込んでおります。2022年度は全ての事業セグメントで売上を伸ばし、増収となったものの、国内における原材料やエネルギーコストが上昇し、減益となりました。今期2023年度は価格改定の浸透と、 原材料価格の鎮静化により対前年度比増収と大幅な増益を見込んでおります次に今期第三四半期の決算サマリーをご説明申し上げます2023年度第三四半期までの状況は売上高820億円、営業利益は38億円となりました 売上は特に国内食品事業で価格改定後も堅調な販売を継続している主力ネギ製品と正月用の商品が好調に推移したことがトピックスとして挙げられます。また食品関連事業も年末商戦を含め外食店や百貨店、駅ビル等のに向けた物量の増、 料金改定や新規顧客獲得が功を奏し、堅調に売上を確保しました。一方、海外貯金事業では、各国の物価高の上昇、景気の減速感に伴う消費減退の影響を受け、苦戦しております。海外のマイナス分を国内事業でカバーしたことで、売上は前年同期比約3億円の増となりました。 また、営業利益は国内貯金事業での価格改定の浸透と、原材料価格の相場が新生したことが大きく寄与し、前年同期に比べ23億円の増益となりました。第3四半期までにの状況を踏まえて、2月14日に2023年度通期の業績見通しを修正いたしました。 残り1か月を切っておりますが見通しとして示した結果を確実なものとするようグループを挙げて全力で取り組んでまいります。こちらは2020年度以降四半期ごとの業績の推移となります。一番左側が第1四半期、第2四半期、第3四半期、第4四半期でございます。 先ほど申し上げましたが、当グループの売上及び利益は下期、特に第三四半期に集中する傾向がございます。これは秋に入り、気温の低下とともにおでんや鍋が食卓に上がる機会が多く、当社の練り製品をはじめとする商品の需要が増加することが要因として挙げられております。また、年末のお節商品の実績も大きく寄与しております。 一方、季節性の変順化に向けた取りり組みも当社では進めております。練り製品以外の例えば糖質デオグラメンのような商品の売上構成比を高めることでまた日本より季節性の変動要因が低い海外比率を高めることでまた将来的に上半期と下半期の収益のバランスを整えてまいる所存でございます。 次に簡単ですが持続可能な社会の実現に向けた当社グループの今期の取り組みをご紹介いたします気候変動をはじめとする環境対策は気分グループが掲げるサスティナビリティ課題の中でも重要な項目となってございます生産拠点での温室効果ガスの削減の取り組みなど皆様の目に触れない 箇所でも継続的に進めており、製品に関連する内容にしても、フードロック対策につながるロングライフ化など、環境負荷削減、低減につながる活動を実施しております。中でも、プラスチック使用量の削減に向けた取り組みや、環境省が主観とするウェブサイトへの事例が紹介されております。今後も、 当社グループはこのような環境負荷低減につながる取り組みを一つ一つ丁寧にかつ積極的に行ってまいります。最後に株主様還元と配当政策についてご説明申し上げます。基本方針として株主様に対する利益還元は経営の重要な課題の一つと考えております。将来の事業展開と 財務体質の強化のために必要な外部留保を確保しつつ、業績及び将来の見通しを総合的に勘案して安定した配当を継続して実施してまいりたいと考えております。なお今後の連結配当成功は現在進めております事業業績の拡大の進展と財務体質の強化に合わせて徐々に引き上げてまいります。 当社は株主の皆様の非業からのご支援に感謝するとともに多くの方々に当社株式を保有していただけることと当社株主への投資魅力を高め気分グループに対するご理解をより深めていただくことを目的に2022年度より株主優待制度を実施しております対象となる株主様は毎月9月30日を基準日といたしまして 当社株式300株以上1000株未満を保有されている株主様には約3300円相当の当社の商品詰め合わせを1000株以上保有されている株主様には約5500円相当の当社商品詰め合わせもしくはお節商品をお選びいただきお届けいたしておりますご覧いただいてます商品は 2023年度のご勇退としてお届けしております。私たち気分グループはこれからも新たな価値を創造し、経理念、革新と挑戦と夢を活動のバックボーンとして、皆様のご期待に滑れるよう応えてまいる所存でございます。皆様からのご支援、ご後配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。